ジャパニーズヨガの夏美です。今日は顎を緩めていくヨガをお伝えしていきます。最近ですね、歯ぎしりの相談をいただくことがとても多かったんですね。で、歯ぎしりをしてしまうという方の特徴が、この顎周りがぐっと力んでしまって、首から肩にかけてものすごく凝っていたり、呼吸が浅いという傾向があります。で、そもそも歯ぎしりをしてしまう理由というのも、酸素が体に行き渡らせられていない習慣で、酸素が足りないので、ぐーっと寝てる間に緊張感が増して、そのまま歯ぎしりをぐぐぐぐっとしてしまうような状態につながるそうなんですよね。なので、日常生活でお仕事でものすごく忙しかったり、普段から呼吸が浅く肩が上がって、こう緊張状態で過ごしているという方は、お休みの時にもそれを引きずってしまって、そういった歯ぎしりなどの症状が出るという場合も多くあると思います。今日は顎も緩めつつ、体をリラックスさせて、頭蓋骨の調整なども入れていこうと思うので、最初にビフォーアフターで、まず今の頭蓋骨をホールドしてみましょう。大きさを確認したい感じなので、両サイドからガシッと掴んでいただいて、指が届くかどうか今の頭の大きさをチェックします。さあ、ではここからは仰向けで寝転がりましょう。仰向けになった後、軽く膝を立てて、そのまま太ももをトン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 と叩いていきましょう。刺激を送るような感覚です。さあ、続いて両手を絡めて、吸いながら手のひら返し、頭の先にスッと伸びて、そこから左右にパタンパタンと足を揺らしましょう。腰周りの優しいストレッチです。この動きによって、背骨から骨盤を調整します。背骨には自律神経が通っているので、緊張しやすかったり呼吸が浅い方にはとても有効です。さあ、では一度動きを止めて、膝を立てたままでも足を伸ばすでもどちらでもいいので、ここから耳を触っていきましょう。少し顎を軽く引き、この首の後ろ側が長い状態で、耳をサイドに引っ張ってみたり、揉みほぐすような感じで全体を触っていきます。耳に触れるだけでも自律神経系の副交感神経が優位になりやすく、緊張しやすい方にはとてもおすすめです。例えばデスクワークの合間などに行うのもいいと思います。さあ、耳の内側の方も触れていきましょう。さあ、今度そこから口を少し開けて、開けると耳たぶの下のあたり、へこむ箇所がありますね。このあたりをクッと押してみましょう。または少しゆらゆらと刺激するように揺らしてみます。歯ぎしりをしているという方は、もしかしたらこのあたりが痛いかもしれません。ググッと押すというよりかは、皮膚を優しく揺らす感覚で流れよくしていきます。さあ、そこから今度は首の後ろ側ですね。このあたりに手を触れて、今日はでは左手は首の後ろ側に触れていきましょう。そして今、首の体温であったり、自分の指先や手のひらの状態ですね、感覚に意識を向け、反対の手はおでこに当てていきます。鼻からたっぷり吸って、で、今度両膝を自分の胸の方にやや引き寄せましょう。そこからゆっくり右側に下ろしていきます。少し腹筋を使うような感覚でコントロールしながら、最後にストンと下ろしてしまっていいです。そのまま苦しくなければ、
やや左方向に上半身を向けるような感覚にしましょう。軽く目を閉じてしまってもいいので、今の額の感覚、そして首の後ろ側の感覚を感じます。鼻から吸い、口から吐。この感覚であと2呼吸ほど、鼻から吸って、口から吐。さあ、では一度手を解放してからでいいので、お腹をぐっと締めて、ゆっくりまた膝をセンターにしましょう。次は手を組み替えます。右手で首の後ろ、左手は額のあたりに添えましょう。鼻から息を吸って、ゆっくりゆっくりコントロールしながら足を左へツイスト。足が降りた後は少し上半身を右側に向けていくように、自然な呼吸を通し、同じく鼻から吸い、口から自分のペースで続けます。では一旦両手をほどいて、お腹を締めて、ゆっくりゆっくり膝をセンター、抱えるような姿勢で少しゆらゆらしましょう。腰や背中をリセットします。さあ、ではそこから足を伸ばしましょう。足幅は広くして、つま先外側へパタンと倒すように、股関節も楽な状態。腰が痛いと思ったら膝を立ててしまっていいです。右手を上げて左手を下に下ろすポジションにしましょう。顎を引いて、後頭部がまっすぐ床です。目は閉じてしまってもいいので、鼻から吸い、口から吐。この呼吸は続けます。では続いて、お腹に手を添えて、みぞおちのあたり優しくぐーっと押しましょう。鼻から吸って、口から続けます。ではさっきと違う方の手を上、反対の手を下にして、口元をリラックスしながら、鼻から吸い、口から吐。この呼吸は続けます。両足を軽く揃え、
膝を立て、胸の前で手を絡め吸いながら、手のひら返し、上にすっと伸び、伸びた背骨で左右にパタンパタンとリセットします。ではそのままゴロンと横に倒れ、体を起こし、最初と同じように今の頭蓋骨チェックしましょう。私は最初は届かなかったんですけれど、今やった後は指先が届くような感じになっています。少し手の指先や手のひらの感覚、口をふわっとさせて、手の温かさや頭皮の感覚に意識を向けます。解放して肩をリラックスしましょう。今日は顎を緩めていくというテーマで、脳脊髄液の流れを整えていくような動きであったり、呼吸を調整することで体の循環が整い、そして副交感神経ですね、リラックスする方の神経系統が優位になるような流れでした。最後ビフォーアフターのチェックのために私は起き上がったんですが、そのまま仰向けでもうお休みの前にこれをしてスーッと寝るというのも、心地よくリラックスしながら眠りにつながるかと思います。ぜひ普段から呼吸が浅かったり緊張しやすいという方にお試しいただいて、自分で自分の心身を調整してもらえると嬉しいと思い作成しました。ということで、今日の動画が参考になったよ、役立ったよということであれば、グッドボタンで教えてください。コメントもすべて読んでいるので、入れてもらえるととても嬉しいです。そして、YouTube では短い動画をいつもアップしていますが、長いヨガで心身を整えたいであったり、心のヨガ、内面の調整法や、健康に生きるために知っておきたい知識などを学びたいなという方は、ぜひジャパニーズヨガのオンラインスクールをチェックしてもらえると嬉しいです。心身の健康がテーマになっており、いろいろなコンテンツを配信しています。つながれることを楽しみにしています。では、今日もありがとうございました。